皆さんこんにちは、トップ13です。今回は、レユースターライトに登場する舞台少女たちの学年を、まとめて紹介しちゃいます。これ、意外と忘れている人もいるのではないでしょうか。この動画で再確認してみましょう。なお、今回紹介するのはすべて初登場時の学年になりますので、ご了承ください。それでは行ってみましょう。まずは青少音楽学園。カレンたち9人は全員同学年。漫画オーバーチュアで1年生、テレビアニメで2年生、そして劇場版では3年生になっています。舞台版ではシャープ1およびシャープ2で2年生、シャープ3で3年生となっています。続いてシークフェルト音楽学院。エーデルの5人の学年はこのようになっています。アキラとミチルが高校2年生。ヤチヨとメイファンが高校1年生。シオリが中等部3年生です。今はシークフェルト中等部がかなり注目されていますが、最初の中等部、舞台少女はしおりなんですよね。では続いて、そんな今、大注目のシークフェルト中等部の学年を確認しましょう。中等部の5人は、全員中等部2年生となっています。10月の主演舞台、どのような彼女たちの物語が見られるのか、とても楽しみです。続いてハリン名館女学校。彼女たちの学年はこちら。玉尾、一恵、ふみが2年生、ゆゆことるいが1年生です。今では懐かしいですが、ふみは初登場時、演劇科ではなく普通科に在籍していました。続いてはフロンティア芸術学校。学年はこのようになっています。しずは、つかさ、ララフィンが2年生、アルルとミソラが1年生です。念のため言っておきますが、ララフィンは高校2年生です。そうは見えない。見た目で判断してはいけませんよ。続いてはセイラン総合芸術院。小春、鈴、ひさめの3人は、全員、同学年で初登場時は2年生でした。現時点で名前付きの先輩後輩キャラは登場していません。ちょっと見てみたい気もしますが、やはり、セイランはこの3人とヤクモ先生で完成されている気がしますね。では最後に、舞台版などに登場するその他の舞台少女たちの学年を確認しましょう。青少音楽学園、柳さくら。高校1年生。彼女は、セイランの柳小春の妹です。細かいことはネタバレになるので言えませんが、ポテンシャルの高さと今後の活躍に期待大です。舞取女子高等学校、離れやつき。高校1年生。舞取は、スターライトに登場する学校の中で最も新しく、1年生しかいません。彼女も今後、他校の舞台少女たちとの絡みが気になるところです。歌島農芸高校、松江美子。実は、学年について言及されていません。ただ、演劇部部長であることや、周囲との会話などから、おそらく3年生ではないかと思われます。現時点で、セイラン舞台のみの活躍となっている歌島。今後もどこかで掘り下げてほしいです。王立演劇学校、ジュディ・ナイトレイ。明確に言及はされていませんが、光と同じクラスであったため、高校1年生と思われます。ジュディ、彼女はもっと掘り下げられていいと思うんですよね。スタリラに、出てくれないかな。というわけで以上、舞台少女学年まとめでした。あれ、この子って何年生だっけ？もしわからなくなったら、ぜひまたこの動画をご覧いただければと思います。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。